30代前半で年収600万以上希望、どうもノアラです。はい、こんにちは。ノアラさんのモノマネをする高学歴 YouTuber タクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。ノアラさん持論展開ですね。ノアラさんの動画ねずっと見てるんだけど、ノアラさんの動画見てない方にね簡単に説明すると、ノアラさんってどういう人かというとね、東京に住んでるらしいんだけど、おそらくね東京23区じゃないんですよ。東京の田舎の方だと思います。よくね野原さん自分が東京に住んでるって言うんだけど、23区以外東京じゃないですから、その表現間違ってます。で、なんかね野原さんの理想はね30代前半でね年収600万円以上が希望らしいです。で、都内在住で、身長はね、高くて、顔は普通以上かな。自分の好みじゃないと無理って言ってるんですよ。で、いや、こういうこと言うからね、ノアラさん、スペック高いんだろうなって思われる方いると思うんだけど、違うんですよ。超低スペックなんですよ。もうね、容姿が悪くて、なんかね、デブらしくて、で、年収も低くて、何もいいとこないんですよ。で、年齢が20後半かな。で、だから20後半だから、年齢はね、30代前半とか求めてるらしいんですよ。で、めちゃくちゃなんですよ。めちゃくちゃ、今の20代後半と同じですね。もうめちゃくちゃ言ってることが。で、自分がね、なんか派遣かなんかで、超低年収なくせにね、お金のない男性をこうディスりまくってね、絶対無理、生理的に無理とか言ってね、高年収でもなんかね、あってね、顔がね、なんかちょっとキモかったりで、コミュ障だったらね、生理的に無理とか言ってね、より好みするんですよ。もうね、クズの極みというかね、今の20代後半、代表をしてやってるらしいんだけど、そういう動画したらね、余計ね、逆効果ですよ。今もう20代後半のね、もうアラサーの女性ってみんなこうなのってこう思われちゃうんですよね。で、みんなね、ノアさんみたいなんて思われちゃうんで、やめた方がいいですね。うん。で、そういうところがあります。で、最近ノアさんね、学歴が高いイコール、家柄がね、いいっていうことに、なんか最近ちょっと気づいたみたいで、自分の動画でもね、なんか、子供にね、たくさんの教育費をかけて、お金がないと子供は育てられないんだみたいなこと持論展開してるんだけど、子供を育ったこともないのにね、なんかね、お金がないと教育できないんだみたいなこと言われてます。で、はっきり言ってね、年収600万なくても生活できるわけなんですよ。なんだろう、こうね、自分がね、豊かな生活がしたい。ただそれだけでね、そうね、理想ばっかり求めるのやめた方がいいですね。で、最近学歴が高いイコール家柄がいいってことがなんか、僕の動画見てるのかもしれないけど、分かったみたいです。で、これは僕以前から言ってて、親の学歴、親のね、例えば職業、家柄が良くないと、子供がね、都内の一流大学の大学院まで卒業してるってことないです。これ絶対ないです。親がね、例えばね、地方出身でね、高卒でね、都内の一流大学の大学院卒業、子供がね、卒業してるかって言ったら、そんなこと絶対ないです。100% ないです。そんな聞いたこともないし、聞かないです。絶対ない。だから、地方で例えば出身で、例で言ったら高卒でねとかね、都内出身でも高卒でとかね、そんなのないですよ、本当に。都内の一流大学、大学に出てるぐらいになるとね、家柄がね、相当良くないと、無理です。無理無理、絶対無理。そうだ、ありえないですよ。もう、子供の学歴っていうのは、親のね、その学歴仕事、にもうほぼ一致します。だから、親がね、学歴が高いとかね、一流大学出てるとかね、親がね、一流大学の大学院とかね、どっか地方の国立でもいいけど、それなりのね、大学の大学院出てるとかね、
まあ、社会的地位のある仕事してるとかね。もうね、そういうんじゃないとね、子供はね、そう、大学院まで出てる。都内の一流大学の大学院まで出てると絶対ないです。これね、僕動画で言っていいですよ。違う人がいたらね、言ってください。まあ、一流大学っていうのは最低でも早慶レベルですよ。マーチはダメですよ。マーチとかね、話にならないんで、マーチはダメです。最低でも早慶。早慶、それに準ずるぐらいのレベルね。じゃないとダメですね。それはね、1000人とか1万人いたらね、1人ぐらいね、親が高卒でね、なんか、ニートとかいるかもしれないけど、基本的にね、普通のその自分たちがね、大学院行って、まあ、る、その、なんだろうな、その、まあ、学年の前後ぐらいね、学年の前後ぐらいで、相当スペック低いとことかいないと思いますね。まずいないと思います。まあ、いないと思った方がいいですね。だから、まあ、ノアラさん世帯に年収って好きだけど、世帯年収、まあ、つまりね、その親とかね、家族とか含めて、世帯年収最低でも本当に800万がないと無理じゃないかな、と思います。まあ、日本のね、所得の平均がだいたい400万だから、まあ、2倍以上はある、まあ、家庭が普通じゃないかな。最低でもそれぐらいが普通じゃないかなっていうね。まあそれあくまで最低ランクだから、もっと1000万以上とかね、何千万ある人とかもいっぱいいるだろうし、もちろんね、大学のね、教員のね、子供とかね、まあそういうのもいっぱいいるわけで、もう世帯年収はね、計算できないし、家柄とかもね、もう考えれない人とかも、まあいっぱいいるわけでね。まあなんか不動産やってる人とかもいるだろうし、まあそう、親がね。まあそうなるとね、もう、ノアさん想像を超えてると思います。で、まあそういう人たちがね、これ僕の動画でぶっちゃけ言うんだけど、まあノアさんがね、学歴が低くて年収の低い男性をね、ディスりまくるんで、まあ僕ぶっちゃけここで話すると、ノアさんみたいにね、学歴低くて、スペック悪くてね、容姿が悪くて、不細工で、で、太ってて、絶対誰も選んでくれません。30代では絶対無理です。まあ、それはね、50、60だったらね、わかんないですよ。50、60だったらわかんないけど、ノアさんの20後半とかね、のそういうスペック、誰もいらないですよ。だから、ノアさんはね、私ぐらいだったらね、誰か当たるんじゃないかなって思って応募してるらしいんだけど、絶対無理です。絶対無理。まあ、ノアさん、本当に、年収低い人とか学歴低い人ばっかりで、ね、ディスるのやめた方がいいですよ。もうね、今の若い人たち、みんなそうだと思われてしまいます。ということで、まあ今日は動画はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録といいね、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。